この際、前原誠司君から関連質疑の申し出があります。長妻君の持ち時間の範囲内でこれを許します。前原誠司君。民主党の前原でございます。30分という時間をいただいておりますので、主に安倍総理にお話を伺いたいと思います。まず安倍総理は所信表明演説の中で、経済の取り組みにはこの道しかないということをおっしゃいました。確かにデフレ脱却は重要であります。デフレというのはほっとけば物の値段がどんどんどん下がっていく、物を買わない方が得であるということでありますから、デフレ脱却は重要です。そして総理自らが旗を振られて、そして、国民や市場関係者のマインドを変えたということについては私は評価をしたいというふうに思いますけれども、経済指標で良くなっているものもあることを踏まえて、この道しかないという考え方には我々は組をいたしません。所詮ですね、財政出動、それから量的緩和というのは時間稼ぎであって、この時間を稼いでいる間に日本が抱えている構造問題、人口減少、後で議論させていただきますけども、人口減少とか、あるいは歳出の改革、三本の矢に入ってませんよね、歳出改革。それからこれは取り組んでおられますけれども、成長戦略の着実な実行、こういったものに移れるかどうかが私は大切なことだというふうに思っています。経済指標が良くなっている主な点は私4つだと思っています。一つは平成24年度の補正予算をやられました。真水で10兆円余り、そして事業費で20兆円、これだけの一般会計とは別の予算をさらにつぎ込めば、それはある程度の景気が良くなるでしょう。しかしながらそれは借金によって賄われているものもあるということで、またこれ将来への付け回しを増やしたということであります。二つ目には、日銀による異次元の緩和、これがかなり効いていると私は思いますよ。ただこれは黒田総裁も、これやってますね、認めておられるように、量的緩和というのは通貨安を生み出す傾向がある。これで円安になって、そして、輸出関連企業なんかの株が買われると、いうことの中で、また ETF も日銀が買うと、買い続けるということの中で、株式市場に外資などが入ってきて株価が起こっている。国債も新規発行の7割ぐらいを買っているということでありますので、それは、金利も押し下げられて国債価格が上がっていると、いうことについて言えば、これは完成のいわゆる資産バブルを生んでいることになるのではないかということであります。それから3つ目には落ち着いた外的要因、アメリカは出口を模索をし始める、小康状態、ヨーロッパもあります。しかしこれいつまた吹き出してくるか分かりません。中国もなんだかんだといっても 7% 台後半の成長率を維持していると、いうことの中で、外的要因は非常にいい。また最後のポイントとしては、消費増税の駆け込み需要というものが起きているということであって、これだけ条件が揃えば、それは市場は良くなるだろうということであります。で、これをすべて否定しているわけではありません。今からいくつかの問題点について、議論をさせていただきたいと思いますので、総理お答えをいただきたいと思います。1枚目の資料をご覧をいただきたいと思います。総理や根本復興大臣、覚えておられるかどうかわかりませんが、私、2月のこの予算委員会で質問をさせていただいたときに、被災3県、岩手、それから宮城、福島、そして仙台市、政令都市、この4自治体の入札不調の話をさせていただきました。入札不調率は非常に高いということの中で、これでまたさらに補正予算をやれば、半分が公共事業ですから、これをやったら、より復旧復興は遅れるんじゃないかという質問をいたしましたときに、根本大臣はその可能性もある、懸念もあるという答弁を率直にされました。太田国土交通大臣、ここにおられますけれども、国土交通省の方でいろいろと知恵は絞られています。例えばロットを大きくするとか、あるいは、これは我々が政権の末期の時でありますけれども、例えばその労務単価、これを昔は年に1回だったの、これを短くしていく中で、今3ヶ月に1回ですか、3ヶ月に1回労務単価を見直しておられるということで、
労務単価 21% 上がったという報告を受けております。それからこの資材価格については1ヶ月に1回の見直しをするということで努力をされていると私は思っています。国土交通省としては。じゃあこの一番上の表を見ていただきたいんですけど、また入札不調が増えてるんですよ。これ明らかですよね。件数もそれから割合も増えている。これはまさに先ほど申し上げた補正予算というものを行う中で結果的には入札不調というものが増えて、そして復興の足を引っ張っているんじゃないかと思いますが、認識はいかがですか。太田国土交通大臣。表を見ていただければ、むしろ入札不調は今年に入ってから減ってきているという状況にあります。で、8月で上がっているということがグラフにもあると思いますが、これから8月上がって、そして毎月これはかなり変動があります。しかし全体的には昨年の現在の地点ということからいきますと、例えば具体的に申し上げますと、岩手県は今年度に入りまして昨年1年間 14% の不調であったんですが、今年 14%、そして宮城県は37から22、そして福島県は25から24、そして仙台市多かったんですが50から34と現在減ってます。これは注目していかなくちゃいけない、細かく手を打っていかなくちゃいけないんですが、それは決して昨年度に比べて高くなっているのはないというのが現状の事実でございます。委員長。はい。これ太田大臣、国土交通省にヒアリングをした上で質問しているんです。で、国土交通省の役人そのものが私にレクチャーをしてくれたのは、これから年度の後半ですよね。年度の後半の方が発注が増えますと。したがって今までは今答弁の通りかもしれないけれども、これからは説明に来られた方々も含めてまた入札不調が増える可能性はあると言ってるんですよ。そのことも踏まえて言ってるんです。我々はためにする議論をしてるんじゃないです。復興が一番大事だということであれば、この入札不調がこれからまた多くなるかもしれないということ、しかも努力をされてるんですよ。国土交通省はいろんな取り組みをして。だけども、ボリュームが増えてる中で入札不調が増えてるということで、結局、それが復興の妨げになってるんじゃないかということを申し上げてるんですよ。その認識は、総理、いかがですか。総理に聞いてるんです、総理に。総理に聞いてるんです。太田大臣。これから増えるという可能性があるという認識をしています。それゆえに、資材の不足ということについては資材として、例えば生コンなら生コン、それを9ブロックに岩手県からずっと分けて、プラントが足りないというところにはプラントを設置する。そして、また砂が足りないというところなら砂をどこに持ってくるかと、細かくそれぞれの県で、ここは大事な問題ですから、注視しながらやっていくということでございます。前原。今自民党席の方からですね、民主党が公共事業を減らした中で建設業を潰したという話がありましたね。不規則発言が。これ事実関係申し上げましょうか。我々は公共事業は必要なものをやらなきゃいけないと思っているんです。これだけ莫大な借金が増えてくる中で公共事業を含めて歳出を見直さなきゃいけないのは事実でしょうが、それをそれでまた初めにやり出したのは小泉政権からですよ。これは国全体とする中で、今しかも一般歳出に占める社会保障の割合は 54% ですよ。2000年には 35% だったものが今 54% になっている。そういうことの中で借金は1000兆になった。そして歳出の中で4分の1は借金の返済に充てなきゃいけない。しかも4分の1の借金を返すのに倍の借金をしているじゃないですか。税収見込みとそれから借金による収入が一緒という異常な状況じゃないですか。そうなれば当然ながら公共事業費も含めて見直していかなきゃいけないというのは当たり前のことじゃないですか。で、次のパネルを見ていただきたいんでありますが、この左上を見ていただきたいと思います。左上を見ていただくとですね、この上のところが何かというと、
建設区対工事の、職業の求人倍率、有効求人倍率、これ9ぐらいですよ、9。この東日本大震災からどん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 上がっていく中で9まで上がっている。そして建築土木測量技術者というのは今有効求人倍率は5兆ですよ、5兆で、その下見てください。ここが一つの大きなポイントなんです。先ほど資材の価格は太田大臣がお答えをされたように、被災三県における資材の価格というのが上がっているというのはありますけれども、実は建設技能労働者の不足率というのは東北地方よりも関東の方が多いんです。つまり今全国的にこの建設労働者の人手が足りない、技術者が足りないということの中で仕事ができない状況になってきていると、まあ、こういうことなんですね。さてこれを見てですね、この景気対策のために機動的な財政出動の中心として公共事業やってこられましたよね、安倍総理。こういう労働市場の逼迫ということがある中で、先ほどのニューサウスラグの問題も含めてですよ、これから公共事業を例えばカンフル剤として景気対策に使うんだということの中で、この労働市場が制約要因になると思われませんか。総理に聞いて。太田国土交通大臣。技能労働者、特に若手の人ですね、鉄筋工とか片枠工、ここに入ってこないという状況がありまして、高齢者が多くなったということもありまして、技能者の不足というのは、これは東北の復興ということ以上に全国的な傾向でございます。それゆえに今年の3月終わりに労務単価を十数年ぶりに大幅に上げさせていただいて、全国 15%、 そして被災地では 21% を上げさせていただいた。若者が入れるように、そして公共事業というものが何か悪いものであるというのではない、これから必要な公共事業はやらなくてはいけないし、防災減災老朽化対策メンテナンス耐震化、こういうことをしっかりやらなくてはいけないという誇りを若い人にも持っていただけるような、そうしたところに持っていけるようにということで、今私は努力しているところであります。全くもって握手するところじゃないですよ。公共事業は必要なものをやらなきゃいけない、当たり前じゃないですか。選択と集中の中で本当に必要な公共事業をやっていくということで、我々は公共事業の見直しをやってきたんです。例えば我々が河川の見直しをやった中で、今でも太田大臣の下で河川の有識者会議までやっていただいているでしょう。あの中で83の本体工場を止めて、そして確かに話があったように山までも止まりませんでしたよ。しかし止めたダムの中で今の基準に見合って不必要なものは3分の1出てきている。その3分の1をこれは今の自公政権の中でも止めてもらってるんですよ、我々が作った有識者会議の中で。こういうふうに時代に合った公共事業があるかないかということを含めて選択と集中やるのは当たり前で、その中で総量を減らしていくのは今の財政状況を考えて当たり前じゃないですか。それを何も我々が公共事業が悪だと言って公共事業を減らしたわけじゃない。じゃあこの右の図見てください。建設事業者の少子高齢化、この図を見ていただいたら、全産業に占める55歳以上の方々、全産業に占める29歳以上の方以下の方々、これと建設業を比べると、いかに建設業が高齢化が進んでいて、この建設業29歳以下、太田大臣、先ほど若者が誇りを持ってというふうにおっしゃいましたね。この図はどこから減り始めているかというと、1997年からですよ。97年から29歳以上の方々減り始めているじゃないですか。この頃は何政権ですか。自公政権じゃないですか。自公政権の中で、そしてこの建設業界の中、若い人たちが入ってきたかという話ですよ。それは努力をしてもらいたいですよ。そういうふうに、その政権交代の中でのその考え方の違いの中で、相手を誹謗中傷するようなことではなくて、今のこの建設業というものが高齢化が進んで若い人が入ってきてない。私が申し上げたいのは、
この財政出動というものをこれからやったとしても、公共事業を例えば国土強靭化で増やそうとしても人的な制約があるでしょ、それを認めますかということを言ってるんじゃないですか。総理お答えください。総理の三毛の矢の話を聞いてるんじゃないですか。あまり経済再生担当大臣、成長戦略に関わることですので一言お話をいたします。成長戦略の捉え方は、日本が直面している社会課題をどう対処していくか、その中では一斉に過去高度成長期のインフラが耐用年数を迎えてきております。でそこにやっぱり事業のニーズが起きるわけであります。これはほっとくわけにはいきません。でそこで、委員おっしゃるように財政的な制約があります。でそこでそれを工夫するために民間資金をどう本来使っていない公的な事業に導入するかという PFI の手法で、財政的な問題をクリアしようと思います。でもう一つ残るのがご指摘の人的なことであります。これは、国交省にいろいろと発注の仕方や効率的な仕事の仕方を研究していただきますが、その上でも足りなくなるかもしれません。いろいろTPP でもですね、その政府のこの発注する仕事に対して、内外無差別という議論もあります。場合によっては、外からの人手を借りてですね、その事業を外にも開放してそういう中で人的な処理をしていくという手法も考えなければいけないかとも思っております。前原、ちょっと総理に答えてもらってください。私は総理がおっしゃっている三本の矢の中で機動的な財政出動というのは人的制約要因が出てきていると、それを認めますかどうですかということを聞いているんですよ。安倍内閣総理大臣。この人的なですね、制約要因においてはですね、なるべくそれに対応するよう先ほど国交大臣からも答弁したところでありますが、そもそもですね、先ほど前原委員が金融政策とですね、財政政策については、そのたかがこの2つの政策によってですね、長続きしないという話をされましたが、しかし、じゃあ15年間ですね、ずっとデフレだったんですよ。で、そのたかがとおっしゃったですね、この大胆な金融政策とですね、財政政策をやらなかったから、15年間ずっとデフレだったんですよ。このこびりついたデフレマインドをですね、変えるというのはそう簡単なことではなかった。民主党政権時代の3年間もできなかったじゃないですか。だからこそ私たちはですね、私たちは今までとは違う、私が第一次安倍政権の時とも違いますよ。あの時もできなかった。その反省の上に立って今回はですね、今回は大胆な金融政策と、そして機動的な財政政策、マクロ的な観点からこの思い切った財政政策も取ったんですよ。そうしなければ国民のこのデフレマインドは変わらないと判断したからであります。その結果変わったわけですよ。今おっしゃったように最初はですね、それでも為替市場も変わらないし、おそらく、証券市場も変わらないというふうに私は非難されました。でもそれは変わったじゃありませんか。でそれによってですね、資産効果というのはあるんですよ。株価が上昇していくことによっての資産効果によって消費を押し上げているのは間違いありません。そしてデフレから脱却をしなければ名目 GDP は当たり前なんですが、これは増えていかないわけでありまして、それによって初めて税収は安定的に増えていくわけでありまして、そうならなければ財政再建はできないんですよ。デフレから脱却をして名目 GDP を引き上げていかなければデフレからは脱却できない、そして、財政再建もできないわけでありますから、我々はこの道を取っているということでありまして、今回も、マクロ政策的にこの消費税を引き上げる上において、これぐらいの対応が必要だという判断をしたところでございます。前原誠司君。まずですね、平成8年から平成20年、これ自民党政権ですよ、ずっと。この自民党政権で国民所得はどれだけ上がったと思われます？マイナス 8.4 ですよ。ずっと下がってきたの。自民党政権でデフレは自公政権で上がらなかった。まずそれを一つ申し上げる。で、民主党政権で何もできなかったとおっしゃるけども、これは申し上げておきたい。数字は嘘をつきませんから、需給ギャップは35兆円から15兆に縮小しましたよ。そして GDP は増えましたよ。実質 GDP は。名目 GDP は減らなかった。つまりは需給ギャップが縮小するようなことを我々やったんですよ。そして
これは失業率は 5.4 から 4.2 に減りましたよ。有効求人倍率は 0.43 から 0.82 に上がった。我々の3年3ヶ月でいろんな批判はあるけれども、民主党でできなかったという一言で切って捨てるのはやめてもらいたい。我々がやった時でも需給ギャップは縮まったし、経済は成長した。失業率は減って、税収も増えた。これは数字は嘘をつきませんから、後で十分調べてください。その上で、安倍さんに今聞いたのは何かというと、この財政出動によって、公共事業に関わる方々の人的要因で制約がある。太田大臣がおっしゃったようなことでできるというふうにおっしゃったけど、本当にできるのかと。私はできないということを申し上げているの、それは。ですから、これからは、我々は、やはり、このデフレから脱却、それは先ほど申し上げたように必要でありますよ。公共事業にできるだけ依存しない。公共事業は選択と集中。そして、建設業界の方々から言わせると、コンスタントに発注されることが一番いいんですよ。補正予算で、ボンと出して、ほら、使え。これが一番困るんですよ。だから入札不詳も出てくるんだ。そういうようなことを踏まえて、我々は建設的な議論をしているのに、そういった答弁をされるのは、私は非常に、まあ、強硫というか、視野が狭いという気がいたしますよ。じゃあ、順番変えて、日銀の話にいたしましょう。黒田総裁。2年で 2% という物価上昇という目標は変わりませんか。それと実現は可能ですか。この2点について簡潔にお答えください。日本銀行総裁黒田晴彦参考人。2% を2年程度の期間を念頭においてできるだけ早期に達成するという目標、それからその可能性についての私どもの見方は全く変わっておりません。委員長。はい、前原議員。じゃあ市場はどう見てるか。ブルームバーグが日銀ウォッチャーに対して今月の初めに行った調査をいくつか紹介したいと思います。ある外資系証券チーフエコノミスト、日銀の14年度実質 GDP 成長率見通しは高い。日銀は消費税率引き上げ直後の展望リポートで、つまりは来年の4月ですね、14年度実質 GDP の見通しを引き下げ追加緩和に打って出るだろう。別の外資系証券チーフエコノミスト、日銀は14年度の CPI 見通しを高めに設定しているため、来年中に彼らの設定パスと実際の CPI、 つまりは物価上昇率との乖離が広がりだしたところで追加緩和を余儀なくされる可能性が高い。またさらに別の国内証券会社チーフ金利ストラテジスト、日銀の次の一手は来年秋ごろ量的・質的緩和の1年延長、この頃になると日銀の物価見通しと現実の乖離が大きくなっているとみられる、まあ、こういう見方をしている人たちもいるということであります。じゃあこのパネルご覧ください。最後のページ、総理、日銀総裁もご覧いただきたいと思います。消費者物価指数の、まあ、推移でありますけれども、この左上ですね、左上を見ていただきたいわけでありますが、確かに総合指数 CPI、 それから生鮮食品を除く総合指数コア CPI ともに2013年6月に前年比プラスに転じています。まあ、これをもって今答弁をされたんだと思いますけれども、ただこの量的金融緩和が円安を今97円台ですか、98円近く、これを引き起こして輸入物価が上がっている、食料品、それからエネルギー、こういったものが上がっている。そのことによって今原発が止まっていますので電気料金も上がっている。まあ、このような食料品とか電気代やガソリン等のエネルギー価格、こういうものを除いたもののコアコアという CPI は、まあ、確かにそのマイナス幅は
減じてますけれども、まだマイナスですよね。つまり今の物価上昇というのは需給が逼迫をする本当にいい形のディマンドプル型のいわゆる物価上昇ではなくて、輸入物価が上がることによるコストプッシュ型のインフレになっているんじゃないですか。そしていかがですか。黒田参考人。ご指摘のように、エネルギー価格の上昇、特に為替の変化を反映したエネルギー価格の上昇が消費者物価を押し上げていることは事実でございます。ただ委員もご指摘になりましたように、他の要因のものもですね、次第にマイナス幅を縮めてきていると。でその結果、いわゆるコアコア食品とエネルギーを除く部分でもほとんどゼロに近くなってきておりまして、私どもの見方では今後消費者物価は全体として上方にシフトしていくと。その中でいわゆるエネルギー食料品だけでなくですね、他のものも全体として上がっていく。それはなぜかと申しますと、現に現在のいわゆる潜在成長率を上回る成長が続いている中で、GDP ギャップが縮んできております。労働市場もタイトになってきております。一部賃金も上がってきているわけでございます。そういう中で全体として物価上昇が上昇率が 2% に向けて緩やかに上昇していくというふうに予想しております。前原誠二君。私が指摘をしたのは、確かにその下げ幅は縮まっている。だけどもコアコアで見た場合はまだマイナスじゃないですか。つまり総合 CPI で見られるということでありますけれども、それで 2% 2年ということになるとコストプッシュ型のインフレになりますよということを申し上げているわけです。そうではなくて、やはりトータルで見ないといけない。特に賃金が上がらない、そして、年金がむしろ、今物価スライドの中で下がり始めている、遅れてきますから。そういう状況の中で輸入物価が上がる、電気料金が上がる、2割ぐらい上がってますよね。ガソリン代が上がるということになると、それは資産を持ってる人いいですよ。先ほど総理が言われたけど、資産は持ってる人はいいけれども、そうでない方々はむしろ生活が苦しくなっているということの中で、無理くりこの量的緩和の中で2年で 2% の物価上昇を目指すということは我々は反対であります。デフレ脱却が必要で、我々は 2% 以下のプラスの領域、当面 1% 目処というものをやっておりましたけれども、それが本当な私は金融政策ではないかと思います。先ほど総理、マインドを変えたことについては評価すると僕は一番初めに申し上げました。でも先ほどおっしゃったことについて言えば、今変わった今の指標がいいからということについて言えば、それは借金は先送りして今の景気刺激をする、異次元の金融緩和で日銀が大量の資産を買う、それはそれぞれの資産は上がりますよ。いいように見えますよ、それは。だけどもそれが出口になるときにどういう財政コストを伴うのか伴わないのか、アメリカだって今は苦労してるじゃないですか、出口を QE3、 こういうようなことをすべて今のやってる中でいい数字が出てるからこれはうまくいってるんだって果たしていいんでしょうか。これが先に行ったときに金利の問題、出口の財政コストの問題、そういうものをトータルで示して、そしてそれを評価するというのが正当な評価の仕方じゃないですか。黒田総裁、日本という体を見ているお医者さんなんですよ。ドクターはインフォームドコンセントというのをやらなきゃいけない。今こういう治療をしてます、こういう治療をして今こういうふうに体が良くなってます。でも副作用もあります。副作用は先ほど円安の物価上昇と言いましたけれども、そのほかに出口の時に財政コストが生じる恐れもありますよね。ずっと今まで黒田総裁は出口について考えてないとおっしゃっていた。だけども、いや今から総理、それは本音ですよ、その本音ですよ総理の。今から出口を考えるべきではない、ずっとやり続けるんですか。
金融緩和ずっとやり続けるんですか。そしてトータルの財政コストというものを考えずに全部締め出さないで、今はいい、行きはよいよい、帰りは怖いということをやり続けるんですか。どうぞお答えください。安倍内閣総理大臣。15年間続いたですね、デフレマインドを変えるのはそう簡単なことではないんですよ。だからこそ 2% の物価安定目標なんですね。民主党政権時代 1% 目標ってやりましたよね。ところがそれは効かなかったんですよ、ほとんど。そういう結果が出てるんですよ、申し訳ないですけども。 そしてですね、まだ出口というふうにおっしゃってるんですが、まず我々はデフレ脱却の道半ばなんですね。デフレ脱却の道半ば、まだ完全に入り口からドンとこう入っていっているわけではないんですよ。まあ、ですから、これはもう去年も申し上げていたことなんですが、これはL 大学の浜田先生がおっしゃっていたんですがね、まあ、ゴルフで言えば、まあ、今バンカーに入ってしまったんですよ。バンカーから出てグリーンに乗らなきゃいけないわけでありますが、そのグリーンの先に崖があるんじゃないかと心配してですね、ずっとパットで持って打ったってこう出ないんですね。でバンカーから出るためにはサンドウェッジなんですよ。で我々はサンドウェッジを持ったんですよ。そしてボールはグリーンにまさに乗ろうとしているわけでありますから、まずはこの道をしっかりと進めていくしか我々は道はないと、このように思っていますし、昨年なぜ我々が政権を取れたか、6月7月4、6、7、9、2期連続マイナス成長だったじゃないですか。7区はマイナス 3.6% だったんですよ。で私たちの政策によって13はですね、13はプラス 4.1% なったわけですよ。次は 3.8% ですよ。それを私たちが今外的要因だというふうにおっしゃったけども、そうならないと皆さんおっしゃったじゃないですか。うまくいったら外的要因、うまくいかなかったら君たちが悪いというのは取らないんですよ。要は正しい政策を取ることができるかどうか、それにかかっているんだろうと、このように思います。前原誠二君。グリーン乗るかどうか分からないですよ。一緒に崖に連れて行かれたらたまらない。だから我々はこうやって議論してるんじゃないですか。だから我々野党の存在があるんじゃないですか。それと同時に民主党の時のことばっかりおっしゃいますけども、繰り返し申し上げますよ、民主党政権では需給ギャップが35兆円から15兆円に縮小したんだよ。失業率は 5.4 から 4.2 に減ったんだよ。有効求人倍率も増えて実質 GDP も増えたんですよ。そのことはしっかり申し上げておきたい。それで黒田総裁、出口のことは今言わないとおっしゃるけども、出口も示して、つまりは患者の体全体を今どういうふうに治していて、どういう副作用があるのか、どういう問題があるのかということも示すことがあなたの今の責任でしょう。出口戦略はどういうものがあって、どういう副作用があるのかということをこの国会に示していただきたい、答弁いただきたい。黒田参考人。ご案内のとおり、現在は 2% という物価安定の目標をできるだけ早期に実現するよう最大限の努力を行っている最中でございます。出口戦略を議論するのはまだ時期尚早であるというふうに思っております。またご承知のように、量的質的金融緩和の出口に向けた対応というものについては、やはりその時々のですね、経済物価情勢あるいは市場の状況などによって変わりうるものですので、今現時点で具体的にお話しすることは適当ではないと考えております。前原誠二君。これで終わりますけれども、今の答弁は逃げてるんですよ。つまりは将来のことは分からないから出口戦略は語らないということはおかしいんですよ。出口戦略というリスクも含めて今の金融政策があるんだと、今だけいいということだけで、その結果往来でやられたらたまらないということを申し上げて、私の質問を終わります。